6月第2日曜日、中尊寺では年中行事法華経一日頓社協会が行われ、全国から大勢の方が参加しました。写経とはお経を書き写すこと。昔からお経を読むだけで大きな功徳があり、書写すればさらに大きな功徳があるとされてきました。ただ一心に文字を書くことが大事。一文字一文字に仏様が現れると言われています。5月から7月にかけて平泉には修学旅行生が多く訪れ、毛通寺では連日のように座禅体験が行われています。人なら誰もが持つ悩みや怒りといった煩悩をなくす修行、正しい姿勢でゆっくりと呼吸をし心を整えます。呼吸の数を数えることに集中していると、素直な心でありのままに全てを見ることができるようになるそうです。座禅体験の感想を聞いてみましょう。ちょっと足はしびれてしまったんですが、あまり体験できない経験なので、すごいいい経験になって楽しかったです。またやってみたいですか？はい。中尊寺や毛通寺では一般の方も写経や座禅を体験することができます。お問い合わせは各お寺まで。自分を見つめ直すきっかけに、あなたも平泉のお寺で体験してみませんか？